カグラ、私を呼んだか。今日の生命様、なんだか変ですね。ずっとぼんやりしています。最近いろいろ大変だったからだろう。しばらく休んでなかったしな。カグラがこの縁日にどうしても行きたいと言っていなかったら、次はいつ暇を取れていたことやら。ヒロマサ、今日はゆっくりするって言ったでしょ。余計なことは言わないで。琥珀もこうやってお出かけするのは久しぶりです。確かにそうだな。ヒロマサ様、生命様。あ、ハクロウとホタルグサ、お前たちも遊びに来たのか。ハクロウ様は修行していらしたのですが、私がどうしても行きたいとお願いして、ハクロウ様がついてきてくださったのです。縁日には多くの人が集まります。ホタルグサに何かあったら心配で。そうだったのか。ハクロウはやっぱり頼りになるな。ヒロマサ様、あそこに射的のお店があります。私たちとご一緒にいかがですか。私たちの中で誰が一番か腕比べをしましょう。いい度胸だな。だが射的なら負けないぜ。それはわかりませんよ。生命様、ヒロマサ様をお借りしますね。ああ、構わない。生命様、私がホタルグサとヒロマサ様をしっかりとお守りします。あ、俺を守るだと。俺がお前たちを守ってやる。じゃあ私もお二人をお守りします。ヒロマサ行っちゃったね。ヒロマサ様は腕比べと聞いたら黙っていられませんからね。しかも相手は白狼だ。相手にとって不足はないだろう。陰陽師さん。あ、胡蝶の生さんも来たんですね。夢の世界はもう大丈夫なんですか。夢食いがいるから大丈夫。今日はここに人が集まるって聞いたけど、こんなにたくさんいるなんて。胡蝶の生さん、ここに来たということは何かご用でもあるのでしょうか。実は私には都の人気者になるっていう夢があるの。私の一族はみんな希代の踊り子だったし、だから人が多い場所に来て踊ってみようと思って。シャン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 。生命様、何かおかしいですか。いや、夢があるのはいいことだ。生命、優しいのね。あ、ちょうどあそこに舞台がありますよ。あそこで踊ってみたらどうですか。うん、胡蝶の生の踊り、私も見てみたい。それなら行くといい、カグラ。うん。生命は来ないの。私はこの周りに異常がないか一回りしてこよう。後で合流する。生命様、皆行ってしまいましたね。でも琥珀はずっと一緒ですからね。ありがとう、琥珀。今日の生命様、なんだかおかしいですよ。何かあったのですか。嫌な予感がするんだ。何も起こらなければいいのだが。生命様、気をつけてください。強い妖気を感じます。ああ、私も感じる。まずいです。ヒロマサ様もカグラ様もこんな時にいないなんて。琥珀が命を懸けて生命様をお守りします。可愛らしい小狐だな。しかし、生命を手にかけようと俺が本気になれば邪魔できる奴などおらん。無駄だ。
前は。生命、覚えておきなさい。決して陰陽の断りに背くようなことをしてはなりません。もし背いたら取り返しのつかないことになります。はい、わかりました。生命を脅かすな、クズの葉。もしそんなことになれば、私が私のやり方で解決してみせる。いけません、賜物前。あなたは都を離れなさい。できるだけ遠くへ。そうしないとあなたと生命の運命は。心配するな。生命にも私にも大事など起きないよ。賜物前、どうして都へ。え、賜物前、あの伝説の九尾の狐ですか。琥珀が叶う相手ではありません。そういう正直なところが好きだよ、小狐君。自分の限界を知っている者は本当に少ない。生命、君はクズの葉にそっくりだ。君を見ると彼女を見ているようで嬉しいよ。え、生命様、賜物前様とお知り合いなのですか。ああ、彼は母上の友人だ。しかしもう随分会っていない。どうして都へ来た。クズの葉が俺に言ったからだ。これが俺の運命だと。都に始まり、そして都に終わる。そしてそれは君の運命でもある、生命。運命。クズの葉の息子よ。君はクズの葉と同じく陰陽の断りに背くことなどできない。そしていまだに自らの罪に苦しんでいる。そこが可愛いと思うところでもあるのだが。だが俺は君とは違う。俺はそのようなものに縛られない。俺は自分の運命を変えるために来た。そして君の運命も変える。何をするつもりだ。そんなことを知って何になる。君に俺を止めることなどできない。わざわざ君に会いに来たというのに、君はそんなくだらない質問しかできないのか。クズの葉に似ているのは顔だけのようだが、魂が彼女に追いつくのはまだまだのようだ。でもその顔だけでも見ることができれば十分だ。俺が君の面倒を見る。クズの葉と約束したようにね。母上はお前が目的を達成するためなら手段を選ばないものだ。ははははさすがはクズの葉、俺のことをよく分かっている。君に手土産をやろう。平凡な人生を少しは楽しくしてくれるものを。え、一体何を言って。これが君への贈り物だ、生命。これは。兄さん、どうして風船を持ってるの。ゲロ、茨城童子と呼べって何度も言ってるだろう。茨城童子、どうして風船を持ってるの。バカ、これは風船じゃなくて木の塊だゲロ。なるほど。
この切断された右手を見ろ。これが死闘を繰り広げてきた証だ。でも右手は明らかに袖の中に。ゲロ、余計なことを言うな。ゲロ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 、黙れ。風船が、いや、気が飛んでいってしまった。このカエルたちはどこかで見たことがあるような。うわ、これは茨城童子様では。おや、あれは四天童子様、王天狗様、妖刀姫様も正解だ。俺が鬼たちをみんなカエルに変えてやったのさ。なぜそのようなことを。面白いと思わないか。このカエルたち、実に醜いだろう。どうすれば呪いが解ける。呪いを解きたければカエルに口づけをすることだ。冗談はよせ。ああ、わかった。このカエルたちを倒せば元に戻るよ。カエルの姿になったとは手ごわいぞ。俺の楽しみに付き合ってもくれないとは、本当につまらないやつだな、生命。生命様、どうしましょう。戦うしかない。力を行使せよ、救急如立よ。逃げろ、必ず復讐する。さっき生命の子犬が言ってたこと聞こえたか。早く元の姿に戻ってください、茨城童子様、四天童子様と言ってるように聞こえたぞ、我が友よ。え、あれ、どういうことですか。どうして。あれ、どうした。私たちに出会ったことがそんなにおかしいか、子犬よ。いっぱい食わされたな、たまもの前。お前、逃げ足の速いやつだ。え、じゃあ、あいつに騙されたってことですか。でも、どうしてこんなことを。あいつはそういうやつなんだ。あいつが何を考えているのかは誰にもわからない。このカエル、なんかおかしいな。おい、俺様をジロジロ見るな、ケロ。こいつ、俺にちょっと似てないか。俺様を離すゲロ。離さないと俺様の力を思い知らせてやる、ゲロ。え、いや、ただちょっと可愛いなと思ってな。琥珀はてっきり四天童子様が見れば絶対に怒るだろうと思っていましたよ。四天童子様、本当はそういう方だったんですね。私は我が友こそ何においても世界一だと思うぞ。我が友に近づくな、雑魚どもめ。何面白え。私の真似をするな。出ないとこの鬼の剛拳を食らうことになるぞ。へん、私を脅したって無駄だ。貴様、生命様、みんな集まって何を。ゲロゲロゲロ。あ、何これ。
こんな妖刀姫様、琥珀は初めて見ましたよ。可愛らしい。わらわもおるではないか。閻魔殿に連れ帰ってみんなに見せてやりたい。うるさい。わらわたちは用があって都に来たの。一体何の用じゃ。このカエルども、面白いことを言うではないか。顔をつねるな、話すゲロ。私のカエル軍団をいじめるのは誰じゃ。おぼろ車様、ゲロゲロゲロ。親玉のお出ましだ。誰が来ようと我が冒険で。カエルを私に見せるなんて、なんていうことを。わらわの力を見せて神勢を。さあ私と共に戦ってくれ。ゲロゲロ。ほらゲロゲロ。全員死ぬがいい。投票を頼め。ゲロゲロ、おぼろ車様が負けるなんて。もう嫌だ、もう顔をつねられたくない。逃げろ。相手が多すぎる。それに偽物が本物に勝てるはずがなかろう。ここは逃げるが勝ちだ。おぼろ車様、偽物だなんて。ゲロ、悲しいゲロ。そうゲロ。事実だとしても傷つくゲロ。もっと遠回しに言うとか。かぐや姫ガエル、もういい。ゲロ、ごめん。おや、こんなところで希代の陰陽師様にお目にかかれるとは。生命様、この方々はあなたの式神ですか。これは俺様はこいつの式神なんかじゃねえ。ふむ、強いて言うとすれば友人だ。この女、これは妖気か。おや生命様、私の顔をそんなに見つめてどうなさいました。いや、容器が消えた。こいつは人間なのか。あ、いえ何も。この者たちはあなたにとって危険だ。近づかない方がいい。ふん、この女なんぞには興味はない。しかし生命様もご友人と縁日にいらっしゃるのですね。近頃はお忙しいのでしょう。しかし都の方たちを尊敬いたしますわ。あのような苦難にあってもこのように必ず縁日を開くのですから、どれだけの苦難を経験しようともすぐに立ち上がって新しい生活を始める人々、けなげなものです。そうだな。しかしその災難ももうすぐ永遠に終わる。何としてでも私がこの災難を終わらせる。さすがは生命様、伊達に希代のと呼ばれているわけではありませんのね。見たところ都のものではなさそうだな。私は遠方から参りました。この後しばらく都に滞在するつもりです。今日のところは一旦失礼いたします。でないと面倒なことになってしまいますので。
生命様、またお会いしましょう。ふん。生命様？知らなかったぞ。生命もそのように女の後ろ姿を見つめることがあったとは。確かに。いや、私はただあの女が、いや、彼女の体からは全く妖気を感じなかった。妖怪であるはずがない。生命。知ってる顔が勢ぞろいじゃないか。うん、みんな集まってきてる。ほらほら、何ボケっとしてんだ。行くぞ、花火が始まる。急いでいい場所を取らないとみんなで見られないぞ。うん、急ごう。私の考えすぎだろ。行こう。本当に人間らしいわね。どんなにひどいものあってもすぐに忘れてしまう。少し可愛くもある。でも希望は一瞬で絶望に変わってしまう。それまでこの束の間の祭りを思う存分に楽しむと。花火きれいだな、阿部の際。さあ、鳴らすとしましょう。新たな陰陽騒乱を告げる鐘の音を。